アブラボウズは深海魚でカサゴ目銀ダラカに属する魚類。銀ダラカ2種のうちの一種であり、アブラボウズ属で唯一の種である。体長は1.5メートルくらい。最大で全長183センチメートル、体重91キログラムに達し、カサゴメの魚類の中では最大級の大きさである。北、太平洋深海の水深400メートルの岩場に生息する。 若いうちは体表に白いブチ模様がある。成熟するにつれて濃い灰色に変わる。ただし、老生魚もよく見ると、ブチ模様となっていることがある。おひれ公園は若干湾入している。北太平洋、ベーリング海、中部カリフォルニアにかけて分布。東京都伊豆大島の水深約1000メートルにも生息するとされ、水中深くに生息するため、体の約40%が、 脂肪分であるとされている。伊豆大島付近の開港海域から年に数匹 100kg を超える油坊主が上がり、主に調子市場で取引されている。文献資料においては、明治30年代に小田原周辺において主要漁獲種として見られ、押し付け、押付けと呼ばれる地域食として存在していた。考古遺跡からの出土事例では、 山梨県南駒郡藤川町のカジカザワ跡から明治期の大型魚類を含む動物遺体が出土しており、その中にアブラボウズの椎骨1点、尾骨7点の資料が含まれており、2014年時点で遺跡からの出土は初の事例とされている。カジカザワ出土のアブラボウズは小田原あるいは駿河湾で漁獲された個体が出出されていた可能性が考えられている。 日本で初めて飼育に成功したのは私立室蘭水族館であり、同館では30年近く生きた個体の記録がある。このことから本種の生存期間は相当に長いことが伺われる。神奈川県小田原市では特産魚として知名度向上を図っている。超高級魚とされるクエニが愛観が似ていることから、 特にクエを鎮庁する西日本地域において偽装表示事件が散見される。2008年3月には大阪府の卸売業者株式会社矢崎がクエに偽装したとして日本農林企画等に関する法律違反で改善指示を受けたほか福岡県の料理店でも偽装に関連した捜査が行われている。近年クエの人気が高まり高値になることが珍しくないことから クエよりも安価な油坊主が流用されるものと考えられている。超高級魚とされるクエには及ばないものの、油坊主もまた高級魚として認知されている。このため偽装を行う業者には時として罪悪感が乏しい。しかしながら、クエの好まれる理由は淡白で味わい深い白身にあり、一方、油坊主は油の乗った甘みのある白身に価値が見出されている。また、クエは、 油坊主の3倍から7倍ほどの価格で取引されており、この2種が形成すべき市場は本来大きく異なるものである。銚子漁港に水揚げされたものは最高級品として高値で取引されるほか、神奈川県、静岡県の各漁港では押し付けの愛称で古くから徴用されるなど、東日本特に関東、東海地方で珍重されてきた。大型漁なので、 水揚げ後肝臓などを取り除いた後、2.3日寝かせてからが食べ頃となる。調理法は一般的な白身魚と同様に煮付け、焼き物、揚げ物、刺身など。筋肉中に多量の脂質を含むため、大量に食べると下痢を起こす恐れがある。また、ビタミン A を過剰に含む肝臓には注意を要する。油坊主の取り扱いは市場により異なる。 例えば、札幌市中央卸売市場では2008年4月1日から取り扱いを開始したが、販売者には注意喚起が要請されている。ありがとうございます。